はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、本日はクリスマスイブとなっておりますので、ガチャの方を引いていきたいと思います。で、今、ガチャがですね2種類実はありまして、このクリスマススペシャルっていうのと、精鋭キャラピックアップガチャですね。で、まあクリスマスなんで、まあ、クリスマススペシャルの方をまあやれよっていう感じなんですけど、まあ、ちょっとね、あの内容がどうでしょうね、まあ俺からすればちょっと微妙なんで、まあ、今回はねこっちの精鋭キャラピックアップガチャを引いていきたいと思います。まあ、ちょっと、内容の方を確認していくと、まずクリスマススペシャルということで、まあ、サンタミズキ、サンタアオイ、サンタヒジリちゃんと、新島咲ちゃんですね、こちらが新登場となっているんですけれども、初回の10連で、サンタの3人娘から SR 以上が1枚確定という形になってます。でね、サンタキャラがねやっぱりどうしても通常のキャラと比べて使いづらいんで、別にねサンタキャラが1枚確定で出たとしてもあんまりね嬉しくはないんですよね。でここで例えば新島咲ちゃんが確定キャラに入ってれば多分こっちを引きました。まあ多分4分の1で、まあ、25% っていう可能性はあるんですけれども、まあ、それでも、まあ、サキちゃんね優秀キャラなんで引いていったと思うんですけど、まあ、それは外されてますと。で一応2回目になると SR イベキャラの出現率が2倍と、で3回目で SR 以上1枚確定というような形になってます。まあ、こっちのねいいところはSR が確定で入ってきているというところですね。で、精鋭キャラピックアップガチャに関してはこれね SR キャラはね別に確定ではないです。まずタンガチャ、まあ、1回だけ引くやつですね。タンガチャが、パワーストーン20個で、3キャラのうち R で、R 以上か R 以上で1枚確定と。でゲドウ君の銀が2枚ついてきます。で、10連の初回は、パワーストーン200個で引けて、クレバー、アルビン、ビクターのうちから PR 以上が1枚確定で、ゲドウ君のプラチナが1枚ついてきますと。で、20連目になりますとパワーストーン220個で引けて、3人のうち PR 以上で10枚確定で、 SR のイベキャラの出現率が2倍になってますという形になってて、まあ、SR は確定ではないんですけれども、今回はちょっとこっちの、精鋭キャラピックアップガチャですねを引いていきます。で、クレバ、アルビン、ビクターの3キャラだったら、まあ、クレバが欲しいですね。クレバが一番欲しいです。コントロールキャラなんですけれども、コツがねめちゃくちゃ優秀ですね。コツが優秀なのと、あとねイベントが、体力回復のイベントがね結構多かったと思います。なんでイベントも優秀、コツも優秀で、かつ、金徳が精密機械と、まあ、成功失敗はあるんですけれども、まあ、クレバは全体的に優秀キャラなので、まあ、3キャラのうち一番欲しいキャラですね。で次がビクターになります。まあ、ビクターはね今回復刻なんで、まあ、当たればいいかなというところにはなっているんですけれども、あとはアルビンですね。まあ、アルビンはね、まあ、ミラージュナックルっていうのがどうでしょうね、なんかその名前だけ聞くとロマンあふれる、まあ、弾にはなってるんで、まあ、ロマンキャラを作る上ではなかなかいいかなとは思っているんですけれども、まあ、ちょっと3キャラの中でいくと一番優先度は低いですね。まあ、というわけで、こちらを2回引いていきましょう。あ、そっか、まずはタンガチャか。まずはタンガチャの方を1回引いていきます。ここはすぐ今度だな、カキーンと。これはビクターの PR ですね。でゲドウ君を2枚もらいましたと。さてさてさて、前哨戦はこんなもので、まずは1回目の10連ですね、いきます。さてここで、お虹玉いいですね、1個入ってるね。クレバ、これは PR、アルビン R、 これ誰、おい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 、小豪傑くんか。
超豪傑くんね。クレバの PR と超豪傑の SR と、中之島の PR ですね。まあちょっと悲しい感じかな。やっぱね SR もね結構持ってるとやっぱ被りますからね。さて、じゃあ次20連目に行きましょう。ここでね出てくれれば本当嬉しいんですけど、さっきの消防傑くんのね、うわさっきの消防傑くんのね流れはね良くないですよね。運は取り戻せなかったか。まあアルビンが3枚くれば、ビクターまあこの3キャラのうちですからね、というような感じになりましたと。まあ物欲センサーがねやっぱり発動して欲しいって思ってるのはやっぱり出ないですね。というところで、じゃあ今回の動画はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。